九州市若松区のグリーンパークで開かれている麺祭りにはキッチンカー12台が集まり、焼きそばやパスタなどをその場で調理しています。こちらは焼きそばの上に中東料理のケバブを乗せたもので、この麺祭りのために開発されました。2月の1ヶ月間週替わりでテーマを決めて麺料理を提供しているもので、今週は世界の麺が題材となっています。家族みんな別々の好きなものを食べれて、シェアできるしね。